こんにちは、速稼塾の久保です。よくね、ビジネスは等価交換だと言われます。自分がギブした分、やっぱりテイクもいただきたいし、ウィンウィンとなるからには、あなたにはメリットがある分、私にもメリットくださいっていう話だと思うんですよ。で、このね、私はビジネスは等価交換だっていう幻想がですね、全て元凶だと思うんですよね。前回もお話したような気がするんですけども、ビジネスって不等価交換が大原則だと思うんですよ。で、私は具体的に言うとですね、無料のものから有料を作り続けているわけなんですよね。例えば YouTube も無料じゃないですか。でも有料になりますよね。 Facebook も利用は0円なんですけども、私 Facebook を始めて初年度で2500万の売り上げ、そこから取ってるわけなんですよ。だから無料のものを有料にしない限り、ビジネスって成り立たないと思うんですよね。だからこそ不等価交換を強く意識することによって、いかにね、例えば仕入れ金額が0円もしくは0円に近い100円とか300円とか500円のものを10万とか30万とか50万にするのかってことに知恵を注ぐ、要するにこれはね、付加価値をどのようにつけるかっていう勝負なわけですよ、ビジネスは。例えば今住んでる私の家、2800万中古価格です。で、実売価格5100万だということでした。土地付きでね、この5100万、じゃあ原価5100万ですかね。例えば上物の家ですけども、ここにおそらく3000万かかってるんですよ。土地の値段は今でもね、そんなに変わってない、2000万前後ですから。上物に3000万ぐらいかかってます。でもこの3000万の家を作る原材料費ってどのくらいかなと思ったら、多分ね、木とかバルサ材とか、プラスチックとかいろいろそこに並べてあるだけだったら多分300万ぐらいなんですよ。でもその並べてあるだけの素材、家の素材300万では快適さはないですよね。当然住居にも適さないです。だからそれを組み合わせることによって、組み替えることによって、素材は一緒なんだけども、ここが階段で、ここが壁で、ここがバスルームで、ここでは部屋区切ってみたいなことをして、家みたいな形にすると付加価値がつくんですよね。だから原材料300万のものを3000万になるということなんですよ。そしてちょっと興味深い話があります。土地の値段です。土地の上に建物が建っていると、実は固定資産税って安いんですよ。さら地にすると土地ってのは高くなるんですよ、固定資産税が。ですんで空き家っていうのはね、上物を壊すんじゃなくって、上に空き家が乗っかってる状態、犬小屋が1個でもある状態にして放置しておくと、固定資産税が安いっていうことがあるんですよね。そうなると、どっちが価値が高いのかというと、どっちが評価額が高いのかというと、更地の方なんですよ。更地っていうのはそのまま次の何かね、上に物を建てることができるんで、実は何もない方がいいっていう風な評価をされるんですよね。不思議ですよね。なんかね、物があった方が高いような気がするんですけども、そうじゃないんですよ。やっぱり取り壊し費用とかもあるんでしょうからね。で、今度はね、カモになってしまう人の原理です。これはね、カモになってしまう人は、不等価交換の原則が、これはね、逆に生きてるんですよ。例えばですね、無料のものを有料にしたものを買って、そして買ったものをもっと価値を高めないといけないのに、逆に0円に近くしてしまってるんですよね。そんなこと覚えないです。例えば私は FX の教材ってのを生涯にね、1回だけ買いました。価格は60万でした。60万の中から私は1500万ほど生み出しました。ね、60万で。となると、60万を購入して1500万を作り出して、しかもこれから一生ですね、60万で買ったものから無限にお金を生み出すと思うんですよ。私が死なない限り、FX をやる限り。そうなると、仕入れ原価って限りなくゼロに近づき続けるんですよね。でも、例えば35万の教材を買った人がいて、FX やりました。でも、この35万の教材を使いこなせないと、この方はね、ずっと FX で損をし続けるんですよ。そうなると、この35万というのがすごく重くのしかかってくるんですよ。他にもありますよ、不等価交換の原則ってのは。会社勤めの方、きっとですね、あなた、お勤め人のあなたの人生は、何者にも代え難い、本当にお金では代えないようなね、時間を過ごしてるはずなんですよ。で、その時間、例えば今日1日ってものを切り取って、どっかの会社のわけのわかんない人に、私を1日2万円で雇ってくださいってするとするじゃないですか。まあ2万円でも最近雇ってくれないと思いますけども、例えば1万でもいいですよ。1万で雇ってもらおうとしますよね。これ不等価交換の最たるものなんですよ。だってお金に換えられないような価値のある1日をね、1万円で売り渡してしまうと、どのぐらい損してるかってことなんですよ。あなたの人生ってのは、たかだかね、100年前後なんですよ。そのうちのたった1日をただ1万円が欲しいというだけの理由ですりつぶしてしまったら、私は非常にもったいないと思うんですよ。ですんで私は自分の1日をお金で売るつもりは全くないんですよね。だからどっちかというと、お金のために働きたくないなと思いますし、お金のために苦労したくないなと思うわけなんですよ。ですんで私はね、借金が3000万以上に膨らんだんですよね、きっとね。
金のために働かれてんぞなんていう舐めたこと言ってるからそうなっちゃうんですよね。でも会社勤めしてる方、本当にねよくよく考えてもらいたいと思うのは、会社勤めで満足してる方はいいです。その満足量っていうのが、安全量っていうのが付加価値ですから、うん、ですんで、例えばね月給が30万でも将来に向けての安定があると思う、そして組織ってものに労せずして属せるっていうね、この安定感があることを、もし月給30万で買ってるんだとしたら、そういうふうな安心感とか安定感は30万の他にある付加価値なんで、それはね適正だと思うんですよ。でも気に入らない会社に嫌な思いをしてね、不安定を感じながらたった30万しかもらえないとしたら、それはあなたの人生を送った方が絶対にお買い得だと思います。自分の人生をね我慢して他者のために自らね、こういったら変な言葉ですけど、奴隷になることが本当にいいのかなと思っちゃいますよね。ですんでね、私はちょっと今回の動画のまとめですけども、不等価交換の原則を使うのがビジネスの肝だと思いますよね。具体的には無料のものを有料にしていく、ただ同然のものを高い金額にしていく、ここに知恵を巡らせるからビジネスは成り立つんですよ。でビジネスがダメな人っていうのは、せっかく高い金額で買ったものをただ同然にしてしまうんですよ。その例が2つあります。1つは35万ぐらいで買った FX の塾を使いこなせずに、ずっと利益を出せない状態でダラダラやってしまうこと、ね、35万使ったのにもうプラスアルファ時間もね労力も無駄にしてしまうんですよね。ものすごい損失です。それは35万という現金以上の損失です。もう一つはいやいや会社に行くこと、これもすごい人生の損失ですよね。だビジネスとしては大落第です。こういうのビジネスをする以上は、例えばね会社勤めしたら同じ従業員さんとかね上司とか部下に物を売り続けるぐらいの根性ないとダメですよ。自己アフィリエイト覚えたら会社員の方に売ってみてください。むちゃくちゃ儲かりますから、もしそれができないんだったら、もうビジネスで立つことは不可能なんじゃないかと思うんですよね。で気をつけないといけないのが、やってるつもりでやってないってやつです。今日は自己アフィリエイトの例がね吉谷さんから出たんですけども、自己アフィリエイトってビジネスじゃないですからね。自己アフィリエイトはあくまでもお金の作り方を体験して、その体験をお金に変えるための段取りなわけなんですよ。だから自己アフィリエイトの方法を覚えたら、もう何回もやらなくてもできるわけなんですよ。何回もやらなくても、案件そんなにたくさん探さなくても 2,3 個やったら十分なんですよね。まあ、ですので今度はその自己アフィリエイトっていう概念とか、そのね方法とかね、 G メールアドレスの取り方っていうのをパッケージにして、人に教えることによって、その価値のある情報を人に教えることによってお金をもらうってことを繰り返していかないとビジネス始まらないんですよね。だってビジネスって顧客が増え続けるってことですからね。だからね、そこはね億万長者になる本当は初歩の初歩の第一歩だと思って、不等価交換の原則のどっち側にいるのか、無料を有料にできるような人間になるのか、それとも、高いものを、すごくね使いこなせずに損ばっかりしちゃうような、そんなね側に行っちゃうのか、よく考えてもらいたいなと思います。はい、でプラスアルファで余談でございます。で私はね前回っていうか今朝の放送か、無料のものを有料にするという意味ではビジネスは私はね、そこそこ使いこなしている方だと思うんですよ。無料のものをねやっぱり付加価値を高めていって有料にしてるわけですから。で逆にですね、有料のものを無料にすることもできるんですよ。でその一つが、私が今年に入ってねずっとやっているマスクあげますなんですよね。私はマスクを50枚セットのやつをお金を払って購入してます。送料も自分持ちです。でそれをタダであげますよっていうキャンペーンやってるんですよ。でメールで申し込んでいただいたら、その方の住所に送ると、送り賃も私持ちなんですよ、ね、だからこれは有料のものを無料にしてるんですよね。だからこれが寄付とか社会貢献とか恩返しっていう形なんですけども、無料のものを有料にできないとかね、定額のものを高額に利材をつけて売れないっていうビジネスができない人がこれできないじゃないですか。だから社会貢献しようと思ったら、その前提としてビジネスに長けていないといけないんですよ。お金をきっちり生み出せないといけないんですよ。じゃなかったらなかなか人の役には立てないと思いますし、気持ちがあるんだけどもなかなか自分には余裕がありませんっていうね妙な言葉で終わるんですよ。気持ちがあるんだったらそれを行動に移して、そして本当にね、世の中を豊かにするために、歩み始めてもらいたいなと思います。ビジネスマンっていうのは結局自分ばっかりが儲けようじゃ進まないんですよ。なんで儲けるか、それは儲かってない人を儲けさせるためなんですよ。まあ言い方がえげつなかったら、持たざる者に持たせるためなんですよね。これを今回のね動画の締めにしたいと思います。ありがとうございました。